皆さんこんにちは。今回は PC 水冷用ラジエータから作った自作 CPU クーラー、ラジ HP 最後の調整として、2回目の改造をして動作確認したという紹介です。冷媒の蒸気や液が流動するのに関わる配管を手直ししたり、これまでは冷却性能向上を狙って使用してきた洗剤水の洗剤を、食器洗い洗剤から泡立ちが少ないドラム式洗濯用洗剤に変えたり、あとラジエータ内での冷媒流動を観察するために所々を透明樹脂に置き換えたり、お試しで毛細管現象を利用してみたり、そんな改造を施し、前回と同じようにベンチマークソフトを使って動作確認、冷却性能を見ました。今回も動作確認が紹介のメインなので、最初に結果概要から話します。結果概要の後に詳細として冷媒の流動やサーモ映像、最後に次回の内容予告で、ラジ HP でやってみたかったこと一つ目について話します。では動作確認の結果概要、まず冷媒流動に関わりそうな配管の手直しの効果についてです。ラジエータ底に開けた穴や、周辺に設置するパーツの開口部を大きくして、蒸気や液が移動しやすくなるようにしたり、ラジエータ上部の2つの配管穴をバイパスして、ラジエータの左右で蒸気が偏在しないようにする改造を施した結果、冷却性能は良くなりました。CPU 温度で見ると2-3°C あるかどうかという小さな違いですが、実は室温や CPU 消費電力が変動しているので、室温や消費電力、そして CPU 温度をまとめて考える熱抵抗という数値で見ると、10% 近い低下が確認できました。熱抵抗は熱移動のしにくさ、数値が小さいほど熱を移動させやすいという、CPU グリスなどで聞く熱伝導率とは逆の数値なので、その熱抵抗が 10% 近く低下したのは嬉しい結果でした。ラジ HP の内部では蒸気と液が混在して、各々別の方向へ動こうとする複雑な流動になりますが、そんな流動がこのラジ HP における熱輸送、ヒートパイプ部分の基本動作です。改造した配管はその流動でも特に複雑、激しい部分の一箇所でしたから、改造した効果が大きく現れたのでしょう。つい加工してまでやって改造した甲斐があったと感じます。次に洗剤水に溶かす洗剤を変更した改造についてです。これまで使用してきた食器洗い用洗剤から、泡立ちの少ないドラム式洗濯機用洗剤に、名称が長いので以降の紹介ではそれぞれ食器洗剤、ドラム洗剤と呼びますが、そのドラム洗剤を使った結果、冷却性能は別段良くなりませんでした。食器洗剤水ではすごかった泡立ちがドラム洗剤水では少なくなり、一方で沸騰の気泡はドラム洗剤水も食器洗剤水と同じように細かいという、見た感じは良さそうなドラム洗剤水でしたが、結果的には水と似たような冷却性能です。良くならなかった原因は内容成分の違いなんでしょうけれど、詳しいところは不明です。私がただ科学に疎いだけなんですが、どの成分がどう効いて、それが冷却のどの要素に影響したとかわかりません。今回のところは、食器洗剤とドラム洗剤で比べて、食器洗剤の方がラジ HP に向いていた。この点が確認できたところで検討を終えます。今回の動作確認の概要はこんなところです。ちなみに次回からはラジ HP でやってみたかったことを開始するのですが、実は今回の動作確認までが下準備で、性能確認というか調整というか、私の中では設定決めのための事前調査みたいな感覚でやっていました。そんな動画にして4パート分にわたる動作確認の結果、作業してみた感想を踏まえ、次回以降のラジ HP では冷媒に生成水、いわゆる水を使って水位40ミリ分注入して、パイプ部という観察用部品を使用した構成、設定でやっていこうと思います。冷媒としては食器洗剤水の方が冷却性能的に優秀でしたが、水でも CPU 温度、熱抵抗は悪くなく、後作業した感想として、洗剤水だと片付け後の清掃が念入りにやるのが面倒という、しょうもない理由も加わり、楽で悪くもない水を使おうとなりました。パイプ部については洗剤水と逆の理由で、パイプ部を使うと部品数が増えて組み立てや片付けは面倒でしたが、冷却性能が良かったという点に加え、冷媒の注入時にパイプ部があった方が作業しやすかったので、今後も使用することにしました。パイプ部なしの方が見た目はスッキリで私としては好みなんですが、冷媒の注入作業がしにくい構造で作ってしまったので、冷媒を注入する際は結構気を使いました。そんなわけで現状ならパイプ部ありの方が作業でミスしにくいだろうと考えています。こんな理由ですが、次回以降はこの設定でやっていこうと思います。
では動作確認の詳細について、まずは配管の手直しからです。手直しとは言いましたが、実は大して寸法を修正、穴を大きくしていないんです。ラジエータ本体の底は大きく削ったのですが、ここは後で設置するパーツがほとんど塞ぐので、問題はその設置するパーツの開口部の方、蒸気や液が通過する配管の中で狭い部類に入る、ここの寸法は数ミリしか広げられなかったんです。少ししか広げていないのは、これまでも使ってきた金属ブロックなど周辺パーツとの寸法的な兼ね合いがあったからですが、その数ミリでも冷却性能は明らかに良くなりました。この自作 CPU クーラーの根幹であるヒートパイプにとって冷媒流動は大切な要素だろうとは思いましたが、この程度の配管の違いでも変化が見られたのは意外でした。いや、厳密には沸騰が起きる空間の広さか、もしくは沸騰で生じた蒸気の通りやすさにこの部分が影響したのかとも思いますが、いずれにしても重要な変化、要因が見れた気がします。話は変わりますが、実は今回の改造に合わせて毛細管現象を利用できる構造を導入できないか試験的に作ってみました。試したところは先ほどの手直し動向でいじったパーツの一つで、このパーツを作る際にわざと隙間を作って、そこで毛細管現象を起きるようにしました。毛細管現象というのは、市販の空冷 CPU クーラーについているヒートパイプ、あれの冷媒循環の一端を担っている現象です。私が製作するヒートパイプの冷媒循環は重力、自然落下が関係しますが、空冷 CPU クーラーのヒートパイプだと毛細管現象を使います。前回の動作確認で冷媒の液が沸騰する部分に戻ってこないという問題が起きたので、今回お試しで挑戦してみました。ヒートパイプで毛細管現象といえば金属メッシュを思いましたが、設置予定の場所は管理が難しいところで、もし剥がれたり変質した時はどうリカバリーしようかと悩みまして、それならお試しの体で、問題は起きにくそうな隙間を作るだけにしました。まあ作っておいてなんですが、私自身はこんなので機能するかなと懐疑的でしたが、実際の動作を見るとどうも機能したみたいです。ラジエータの配管から落ちてきた液がそこで一定量溜まると、水溜まりは隙間を作った方向に自然に小さくなっていきました。水がどこにどう流れたか詳しいことはわかりませんが、自然に考えれば下の方へ自然落下、機能した、そう思う不思議な動きをしました。この映像を確認するまで中途半端な改造になっちゃったなぁと思っていたので、次に試す時は製作で使うレーザー加工機の設定を変えて、板表面に溝か切れ込みを作ろうとか別のことを考えていました。まあそんな意外な動きでしたが、ただこの変化だけでは本題の冷媒循環に大きな変化はなかったようで、前回冷媒が干上がった冷媒に水、水位20ミリの条件で、今回も冷媒が干上がり CPU 温度は上昇しました。やっぱりあの隙間程度の効果ではでもなくて、問題はここが原因じゃなかったようです。あの冷媒の干上がりはここの水たまりをいかに流せたかどうかではなく、ラジエータの細い配管や上部の空間に原因があるようです。先ほどの水たまりですが、実はベンチマーク中はほとんどないんです。そしてベンチマークが終了すると、ラジエータの細い配管から落ちてきたと思われる液がたまり始めます。どうやら細い配管内に冷媒の液がとどまっているのが一因みたいです。ベンチマークしているかどうかで液の落ち方が変わるということは、ベンチマークの有無で変動する CPU 動作、 CPU 動作で変動する発熱量、発熱量で変動する沸騰の激しさや蒸気の生成量、そしてその蒸気がどれだけ細い配管にやってくるか、そんな要素が影響して液が落ちたり落ちなかったりするのだと思います。そうなるとまた配管の大きさが関係しそうです。そういえば以前製作した自作 CPU クーラーでは同じ条件でも問題ありませんでしたし、やはり配管の形状、そして冷媒循環のしやすさが重要なんですかね。もう一つ、冷媒が干上がった原因と考えているラジエータ上部の空間ですが、ここにも水たまりができていました。今回増設した観察用の透明樹脂板を通して内壁にもやができたり、細い配管に戻れず溜まった水が残っていることに気がつきました。この変化に気づけただけでここを追加工した回があったと思いましたが、それはさておき、ここの水たまりは細い配管との接続部分が少し盛り上がっているためにせき止められたのが原因でしょう。こういうところでこそ毛細管現象を使って排水したいところですが、今のところ毛細管云々で具体的な案はなく、パッと思いついたのは盛り上がった接続部を部分的に削り取るか、逆に水たまりができる窪地を何かで充填してかさ上げするかでした。
まあどちらも気が進まないんですけどね。削る案だと配管の密閉性を損なうかもしれません。やるとしたら窪地に重点なんですが、こちらはどう作業できるかイメージが湧いていません。おそらく重点にはコーキング剤を使うんでしょうけど、この狭い空間でうまく窪地を埋められるのか、細い配管に入り込まないように養生重点できるのか、というかできたとしても復元したくなった時は後始末が大変そうです。今のところは溜まってしまう水を考慮して水位を高め、沸騰や冷媒循環を維持する方針でいいかなと思っています。ラジエータ上部では2つの配管穴をバイパスして蒸気の偏在を抑える改造を行いましたが、効果はあったような、なかったような、微妙な感じです。サーモ映像で温度分布を確認したのですが、バイパスしていない前回と似たような分布になりました。得意な状態を示したのはドラム洗剤水を使った条件です。水や食器洗剤水とは違う分布です。なんだかバイパス配管の有無とは別の要因が温度分布、この熱源と思われる蒸気の分布に影響しているような気がします。今は大元の熱源である CPU や金属ブロックなど周辺に注目した方が効率的に改良できそうです。次に冷媒を水から食器洗剤水に変えた時の動作確認ですが、こちらでも不思議な動きがありました。というか話題的に急展開なのですが、先ほどまで問題視していた上部の水たまりがなんと減少、または全くないような、乾いたように見える状態でした。いや、ベンチマーク中は泡が直接上部に流入していたくらいだったので、その時は水たまりがあったのですが、ベンチマークを終えて PC をシャットダウン、電源をオフにするとこの状態でした。食器洗剤水だと蒸発しやすいとか特徴が変わったりするんですかね。ラジエータ上部は PC ファンの送風を受けている場所ではないので、ラジ HP 内で一番低温凝縮しやすい場所は細い配管あたりです。比較的熱がこもって高温な上部にある液が蒸発して細い配管内に移動するから水たまりが減ったみたいな。これまで界面活性剤による液の表面張力低下、表面張力低下による沸騰の変化に注目して使用してきた洗剤水ですが、洗剤水の影響はここだけに収まらないのかもしれません。まあ今は不思議だなぁ止まりですけど。ドラム洗剤水での動作確認ですが、まあこれは冒頭の結果概要で話した通りです。沸騰の気泡は食器洗剤水と同じように細かく、一方で食器洗剤水と違って泡立ちは少ないという期待通りの動きを見せてくれましたが、肝心の冷却性能は水以上、食器洗剤水以下という結果でした。というか先ほどお見せしたサーモ映像でも得意な温度分布になっていましたね。なぜ沸騰が起きている金属ブロックの真上じゃなくて、わざわざラジエータの両端に熱源が行くのかわかりません。これにも蒸気や液の流動、配管の影響が関わっているんですかね。だとしたらドラム洗剤水導入前の、以前の自作 CPU クーラーではドラム洗剤水はどうなるんでしょう。あっちはあっちで冷却システムとしては複雑なんですが、ヒートパイプ単体としては簡素な配管構造です。状況を把握、整理しやすいシンプルな構造だったら、ドラム洗剤水の良し悪しをもう少し知れたかも。今更になってあのシンプル構造の恩恵を知った気がします。勉強用としては良かったのかもしれません。それはそうと機会があったら以前の自作 CPU クーラーでドラム洗剤水を使ってみたいですね。ドラム洗剤水のためだけにもう一度という気にはなりませんが、試そうという動機がもう少し増えたらやってみたいと思います。今回行った改造内容については以上なんですが、最後に追加で、パイプ部なしでの動作確認を改めてやったという紹介です。もしかしてパイプ部なしの方が良くなっていたりして、なんて期待しながらやってみたわけですが、結果はパイプ部ありの時より悪くなっていました。まあ結果が良かったら冒頭の概要時点で機器と紹介しますからね。パイプ部を外したので金属ブロックとラジエータが近づき、発熱と放熱を行う場所の距離が短くなったので一見良さそうに見えましたが、逆に沸騰するスペースが小さくなり、沸騰で生じた蒸気はすぐに細い配管にぶち当たるような状況になっていました。結果的に冷却性能は悪化したのですから、前述の配管の手直しと同じくやっぱり沸騰のしやすさや、蒸気の移動のしやすさなどが、このラジ HP にとっては重要なのかもしれません。というかパイプ部の有無も配管の手直しみたいなものでしたね。似た感じにもなりますか。そんなこんなで私が試しておきたいと思っていた事前の調整、動作確認を終えました。次回からはこれまでの動作確認の結果を元に決めた設定を使いつつ、ラジ HP でやってみたかったことを一つずつ試していこうと思います。
遊びみたいな内容ですが、ひとまず次回はやってみたかったこと第1弾として、ラジ HP でファンレス運用と、多重ファン運用を試します。ラジ HP の構想検討時に、ラジエータって普通の空冷 CPU クーラーよりもフィンが細かいというか、ファンレスみたいに新鮮な外気に触れられるような構造に見えるな、なんて思いまして、一度ファンレス運用してみたかったんです。反対に、ラジエータって PC ファンを両面につけられる構造だから、PC ファンをいっぱいつけられるかも、とも思いまして。じゃあ PC ファンを全く使わないファンレスから、できるだけ PC ファンを取り付ける多重ファン、そんな感じで条件を振ろうと思いました。まあ多重ファンといっても私は反転ファンを持っていないので、多重にしたところで効果があるかは現時点で怪しいですが、見た目が面白そうなのでやってみます。サーモカメラもあるんですからファンレスでどんな温度分布になるのか、観察するのも楽しみです。低角動作で PC ファン2つ使ってあれだけあった冷えた領域がどのくらい減って、高温領域がどこまで拡大するのか。実用面でギリギリ現実的な CPU 温度、例えば 80°C を目安にして、消費電力何ワットまでファンレス運用できるのか。そんなところを見てみたいと思います。冷凍庫 PC シリーズの番外編として始めたラジ HP ですが、まだまだ続きそうなので次回もご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。